子先生です。先日ライブツアーの様子を収めたレオル初の映像作品集が発売になったということで、多分皆さん盛り上がってると思うんですけれども、これが発売になる少し前にツイッターの方でファンによるカウントダウンの企画が持ち上がっておりました。その名も信仰とハーメルンの世界へ誘う砂時計というタグタイトルでございます。こちらの企画、12月5日から DVD 発売の前日12月22日までの18日間、1日1人ずつファンアートとレオルを漢字一文字で表すならなどの質問に対してリレー形式で繋いでいくという企画です。めちゃくちゃレオル愛に溢れている素晴らしい企画だったので、許可をいただきましたのでこの動画を作成しています。はい、それでは早速参ります。まずトップバッター、12月5日アミさん。この絵自体はですね、先日のジャパンオンラインフェスティバルのワンシーンから撮りましたということで、こうなんか後ろから五光が差してるというかね、レオルさんを中心にこう金色の光がバーッと広がってるのがね、もうめちゃくちゃかっこいい、そういうワンシーンです。この字を選んだ理由は、ライブだったり配信だったり新曲公開だったり、その度にレオルさんに見せられて、あーずっとついていこうって思います。それがまるで私たちについてきなって道を示しているようだなと思ったので、この一文字にしましたっていうことだそうです。歌い手時代のあのひらがな表記のね、レオルっていうところからユニットを経てソロになって、今の集大成みたいなところがハーメルの大号令だったと思うので、その道を切り開いてきたっていう意味で、やっぱりこの一文字に集約されるのかなと、確かにと思いながら、はい、感じました。こういう新名がついている漢字は上に乗っかっている字を中央に寄せて、ここに隙間ができると美しく見えます。で、アミさんは以前のカウントダウン企画にも結構参加されているので、あの見てみてください。2人目です。12月6日リリカルさんです。なんかめちゃくちゃオシャですよね。背景というか周りがちょっとダークになってて、翼の生えたレオルがすごく象徴的に描かれているみたいな印象ですね。漢字一文字で表すなら惑わすという字です。甘い匂いに誘われてフラッと近づいたその魅力に思わず刺されてしまいそうな、トゲを持ったバラ、トゲのような一面と蜜のように甘い一面を持ち合わせている、誰もがその魅惑にハマっている。確かにね、すごい魅力的っていうのはあるんですけどね、魅惑的というか、あの、怖く的というかね、眩しかったり、妖艶であったり、リスナーをすごく、こう、惑わせる魅力があるのが、我々さんの素晴らしいところですよね。バラに例えてるってのは、ナイスだなと思いました。トゲのような、そう、尖ったところもあるんですけれども、こう、甘い部分もあるっていう、そのなんていうかね、二面性というんですかね、そのギャップみたいなところにも、こっちはクラクラするっていうところがあると思います。はい。これなんかめっちゃ長いところ、この上に少し空間を持たせます。左側がちょっと長くなって、ここが少し短くなってると、バランスいいと思います。というわけで。もうちょっと漢字がね、下手くそすぎて、もうすでに実は40分経ってるんですけども、この調子だったらね4時間ぐらい書かなきゃいけないんで、ちょっと急ピッチでいきたいと思います。12月7日担当ルネさんです。めちゃくちゃかっこよくないですか、これやばいんですけど。ちょうどレオルさんの瞳のところにこうピントが合っている感じで、でなんか遠くを見据えるみたいな、そういうニュアンスをつけたそうです。ライブのポニーテールの髪型になってたり、色の再現度がすごく高いので好きですね。はい、漢字一文字で表すならゆいという字ですね。レオルさんの紡ぐ歌詞、作り出す世界、類稀な声質、独特で惹かれる思想、誰の色にも染まらない彼女の世界、レオルさんの作品や思想を聞くたびに唯一無二という言葉が脳裏をよぎります。なるほど、この字は唯一無二のゆいなわけですね。あのルネさんのおっしゃっているように、レオルさんってなんかこう独特なものがすごく多くって、例えばその世界観とか歌詞とか考え方とか、そういうものをこう全部全部結集させていくと、やっぱり誰も真似できない高みまで登ってしまっているっていう感じな方なので、唯一無二っていう四字熟語はね、かなりしっくりくるのかなとは思います。フルトリって言うんですけども、ここ絶対突き出してください。かっこいいので、一番下のここは一番長くして、ここでバランスを取る感じですね。12月8日コアラのおっちゃんさんです。これ何で描かれているかわかりますか？抹茶だけを使って作られた抹茶アートだそうです。濃い色の抹茶を後で足す感じで、このように文字や絵などの線を描いていくそうなんですね。ただのイラストではない、何か物を使ったアートっていうのも新しくてすごいですね。
レオルを漢字一文字で表すなら錦という字です。レオル氏は美しい織物のように様々な色の糸で音楽の文様を丁寧にこだわりを持って紡ぐことができる鮮やかな錦をイメージできるアーティストです。またふるさとの長野に錦を飾る意味も込めて。なるほど、色だけでなく織物でいうと錦っていうものに例えるあたりがすごいですね。レオルさんって魅力がありすぎて何かに例えるとってなるとすごい尽きないですよね。さっきの唯一無二っていう字みたいにこう概念的なものでも何か実際のものに例える場合でもいくらでも思いで込めようがありますよね。羽の方がやっぱり狭く右側を幅広にしてあげるとバランスがいいです。12月9日木漏れ日さんです。これハーメルの大号令の衣装なんですけど、この衣装めちゃくちゃ可愛いですよね。あの左右非対称になってて、あの右手のグローブの感じとかがすごいオシャンで好きですね。ガーターベルトら辺のちょっとエッチな感じがやめろ怒られるぞ。でもちょっとこのね、少しこのショーパンの隙間から見える肌感とかが可愛らしくてエッチでちょっといいですね。コモレビさんが選んだ字は彩る。レオルさんの音楽を見て聴いてきた中でいつも感じていたイメージがこれ。曲や動画、ライブにおいても様々な色を見せてくれてとても楽しい。ここで言う色は視覚的な意味だけではないのですが、言葉にするのは難しい。確かにね、さっきもお話ししてましたけど、目に見える色だけじゃない、物質的なものだけではない、こう彩りというかね、感情、時間とか、その人との関わり合いとか、そういうすごい抽象的な意味でも一つの色だけではないというか、その辺のこう多彩さみたいなのがこの字には含まれてくるのかなと個人的には感じました。はい、木のこの横棒を一番長くしてあげてください。上は小さい隙間、下は大きい隙間っていう感じで配置するとバランスがいいです。はい、続いては12月10日鳴上沖さんです。これすごくないですか、ロゴが動いて。でこの K という字が沖さんの選んだ字なんですけども、でこの途中で出てくるレオルさんの沖さんが書かれています。その K という字ですね、なぜ選んだのかというと、私にとってレオルは憧れであり気づきを与えてくれる存在。レオルから生み出される声、歌詞、演出、また新しい景色を見せてくれるんじゃないかという期待に胸が膨らみます。だからこの K っていう字は、まあ憧れっていう一文字の意味もあるし、この右側の景色ねっていう意味もあるという、まあ、私もアーティストとかそういう枠を超えて思想とか人間性とかをすごい好きなんですけど、沖さんのレオルさんに対するこの思いっていうのがすごい乗っかってるのがめちゃくちゃわかるので、あーってなりましたいやマジで語彙力なくて申し訳ないんですけど、この新しい景色っていうのもねめちゃくちゃ共感できて、よいよい古今のね歌詞で君を連れていろんな景色をまあ見せたいみたいなニュアンスがあるんですけど、てかよいよい古今出たのもずいぶん前ですけど、ユニット時代とかから活動の軸みたいな思想が変わってないので、そこがなんかこうブレないから安心してついていけるみたいなね、期待が膨らむっていうのはすごい理解できますね。ここの横棒をめっちゃ長めに、で火はそれよりも少し小さめにするとバランスがいいと思います。